魔界戦記ディスガイアシリーズ魔界戦記ディスガイア後魔界戦記ディスガイア後は日本一ソフトウェアによって開発販売されたゲームソフトディスガイアシリーズのナンバリング第5作2015年3月26日にプレイステーション4用ソフトとして発売されたその後移植版が2017年3月3日に Nintendo 版のローンチタイトルとして 2018年10月23日にマイクロソフト Windows 版が Steam にてそれぞれ発売された。魔界を舞台にしたシミュレーション RPG ディスガイアシリーズの第5作目。本作はシリーズ初の PS4 用タイトルかつセロ、BE となる。テーマは復讐と反逆。マテー・ボイド・ダーク率いる100億のロスト軍によって制圧された魔界に住んでいた。 青年悪魔、キリアと5人の魔王が集結し、これに対抗する。PS4 パッケージ版は通常版と初回限定版が発売される。初回限定版には2.5フィギュア、設定資料集、2枚組のサウンドトラック CD が付属する。2017年3月3日に Nintendo Switch のローンチタイトルとして発売された。 日本一ソフトウェア代表取締役社長の新川、は、総平は初めてのハードのローンチタイトルということもあり、新しいものをいきなり出すのはハードルが高いため、スムーズに移植できる作品として、看板タイトルである本作を選んだと、ファミツーとのインタビューの中で述べている。また、新川はもう一つの理由として、本作のビータ版を出してほしいという要望を多く受けていたが、 ビータへ移植するには、クレートダウンする必要があった。ことを挙げており、携帯機と末置き機を兼ね揃えた任天堂スウィッチに移植することにより、ユーザーにとって有意義なものになるのと同時にニーズを実現できたのではないかと述べている。スウィッチ版では PS4 版に存在したどこでも一緒のキャラクターや特定の雑誌とコラボした DLC の導入は見送られたものの、 それ以外の DLC 要素は最初から収録済みとなっている。また、スウィッチにはトロフィー機能がないため、その代替として新たにトロフィー屋が新設された。ボイスは日本語、英語両対応となっている。それ以外のほとんどの要素はシステム周りの細部の変更を除いて PS4 版をそのまま引き継いだものとなっている。二千十八年十月二十三日にスティームで ディスガイア5コンプリート、魔界戦記ディスガイア5コンプリートとして、ダウンロード販売が開始された。スイッチ版に準拠した移植だが、ネットワーク機能がすべてオミットされており、これに伴い、マップエディット関連の機能も廃止されている。また、スイッチ版で追加された、トロフィーヤは健在だが、同時に、スティーム実績機能にも対応している。マテボイドダークによる、全魔界消失の危機。 それは、有士以来最大規模の魔界戦争であるが、芝叩く間に燃え広がり、人世にして幕を閉じたという事実に、後世の歴史家たちを悩ませることになる。活血時刻にてプリニーをこき使い、ボイドダーク配下のロスト軍と戦っていたセラフィーヌだったが、状況は圧倒的に不利だった。そこに割って入って飯を食い始めた青年。 キリアによってそのロスト軍一個正体が全滅するのを見たセラフィーヌは彼に惚れ彼を強引に自分のミニマカイへ連れて行く。かつ決地獄でのいくつかの騒動の後ボイドダークへの手がかりを追って向かった僧霊地獄で出会ったクリストの提案によりセラフィーヌはロスト軍に対抗する反乱軍を結成することを決意。かつて自分のせいで 自分の目の前でリーゼロッタをボイドに殺されたことから、仲間を作ることを嫌ってる。キリアを強引に反乱軍に組み入れた。遠征先の魔界の魔王を仲間に引き入れつつ、キリア一行が各自抱えた問題を解決しながら、一行はボイドダークと戦い、最終的に彼を撃破する。その時、ボイドから彼の行いがリーゼロッタを生き返らせるために、 必要な魔王儀と魔力を集めるためだったと伝えられる。後を託された、キリアは、ボイドの負の記憶や感情が入り込んだせいで暴走した、リーゼロッタを止め、リーゼロッタは、無事に復活。こうして一連の騒乱は幕を下ろした。第一紹介し時点でのボイドダークとロスト軍の勢力は、全魔界の一、三丁を制圧し、風前の明かりの魔界も含めると半数の魔界が、 ボイドダークの影響下にあるが、複数の強力な大魔界の画像は崩せておらず、それらの大魔界の魔王の反撃に、希望の光を見ていた。その直後の第二章では全魔界の二、三が、ボイドダークの影響下に入り、ロスト軍の勢いの凄まじさがわかる。前作史から江出緑、前作曲、編曲、佐藤天平カレーチェーン店のゴーゴーカレーと、コラボレートし、作中のカレー屋に、 ゴーゴーカレーが登場。食べたキャラクターのパラメータが強化される。リモートプレイを使えば、ビータでも遊ぶことは可能。ありがとうございます。